皆さんこんにちは、岐阜市長の柴島さなおです。本日は岐阜北ロータリークラブの創立40周年、誠におめでとうございます。1982年6月の創立以来、地域のためにさまざまな社会奉仕活動を続けてこられた会員の皆様に心から敬意を表するとともに深く感謝を申し上げます。皆様の活動の一つに若松学園の子どもたちの支援の活動がありますけれども、岐阜市も、子どもファーストを掲げ、今社会が非常に複雑多様化している中で、さまざまな課題を抱えている子どもたちに光を当てていくことの大切さを実感をしています。これからもこうした子どもたちを支援をする活動をぜひ続けていただきたいというふうに思っています。実は岐阜市でも子どもを見守り宅食支援事業というものに取り組んでいますけれども、この事業はさまざまな課題を抱えたご家庭に対して、例えば夜のお食事を週に1回お弁当をお届けするということを通じて、何か困っていませんか、そんなお声かけを民間の団体の皆さんに力をいただいて取り組んでいます。いわば行政として町の姿勢だけではなくて、こちらからどんどんこういった子どもたちやご家庭に出ていって、アウトリーチ型で支援をしていくという子どもファーストの取り組みです。私たち行政も、そしてロータリークラブの皆様も、未来ある子どもたちの成長や幸せに対して全力で向き合っていく、この思いは同じだと思います。ぜひこれからも活発な社会奉仕活動を通じて子どもたちの幸せに貢献していただきますことを心から祈念をいたしまして、お祝いの挨拶にさせていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。